ウルリヒフォンフッテン。鉄血の希望と無限の蝶。この着任を喜ぶか、何も感じないかは、お前の自由だ。私もそうさせてもらう。来たか。机の上の書類の山を見たか今日二人で片付ける必要のある、ふざけた仕事の数々だ。 安心したければ、他人のことを気にするな。この世に生を受けてはいるが、私たちの竜骨、魂は、他人に翻弄されはしない。この偽装のことかああ、思い通りに動かせるんだが、不便な時もあるな。母校の不思議謎のまま放っておけ。 その方が永久にお前の好奇心を刺激し続けるだろう。自分のためによく考えることだ。自己中でなくとも、己が探し求めるもののために生きねば、死んでも死にきれんのさ。趣味なら持っている。こう見えても楽しんでやってんだ。お前の知ってる私とは矛盾しない。 思うことがあれば吐き出せ。全部受け止めてやる。褒めてやるべきか、しつけてやるべきか。ち、わけのわからんやつ。任務か。やるかやらないかはお前の好きにしろ。それがお前の自由だ。 報酬があるんだ。羽を伸ばせるときは我慢せず発散しろ。たとえ祭りの跡が虚しいと分かっていてもだ。新しい手紙だ。機密事項か。そう。全員無事か。ふん。悪くない。自分の蒔いた種だ。 後片付けを人任せにするんじゃない。信頼は毒。一度飲めば身を滅ぼす。自らを守るには、人を疑うことだ。委託組が戻ってきた。さっさと決めろ。出迎えはお前か、私か。力を不要とする平和を作り出すために。 力を発する。二律背反いや、何でもない。てめえらに食わせるにはもったいない玉だ。チッ。くたばれ、雑魚ども。てめえらのために費やした弾薬のことを思うと、ヘドが出る。負けたから引いてやる。次はない。 どけ、邪魔だ。やられたくなきゃ集中しろ。